こんにちは、ハイジーです。というわけで、一見おしゃれな感じのカフェレストランの雰囲気でありながら、実はとんでもないデカ盛りにチャレンジできるお店を回ってみようのコーナーでございまして、本日は富士見台の方にやってきております。この道の向こうにそんな爆量が出てくるカフェレストランあるとは思えない雰囲気なんですけれども、というかカフェレストランどころかお店自体なんかなさそうな雰囲気の街並みです、今のところ。あ、でも駅前の商店街の雰囲気出てきましたね。がっつり濃厚鶏ガラ豚骨ラーメンのお店とかもありますし、気になる飲食店もたくさんの街並みですね。これガンガン進んでいきますと急に現れる、来ました、カフェ&レストラン、ココさんでございます。乙女塾世代の僕らにはかなりグッとくる店名なんですけども、こちらもう絶対にデカ盛りのお店っていう感じじゃない佇まいですよね。なのにここがそうなの。さあ、というわけで入店しましたけども、やはり店内綺麗で広々とした素敵空間でございまして、このように広々カウンター席、テーブル席、そしてお子様が遊んでいられる場所、ママ友さん、パパ友さんたちがここに子供を連れてお食事しに来る場としてもものすごくいいですよね。こちらのメニューを見ていきますと、確かにボリュームすごそうなメニューがあります。当店一押し、牛ハンバーグの派生から誕生というメニューがありまして、チーズバーガー、ココバーガーとかあったりですとか、こっちのメニューを見ていきますと、パスタが鉄板ナポリタン、ナスとミートボールのボロネーゼ、温泉卵のカルボナーラ、インゲンとツナの和風パスタ、イカ明太クリームパスタ、ライスメニューなんかもローストビーフ丼、自家製ふわとろオムライス、大盛りもプラス440円でできます。で、カツカレー、なんかお皿の形がめちゃくちゃ船ですよね、これね。エビとマッシュルームのピラフとかあったりですとか、ライス、オアパン、スープ付きのメニューも豊富にありますね。すごいですね。唐揚げ、なんかメニュー待って、めちゃくちゃ多いお店だぞ。で、ラーメンもあるし、ステーキもあるし、ここに来たらもう、とりあえず何でも食べられるってことが、みんなが好きなものが。で、こんな中で、実はこのお店、メニューにはない、とんでもないデカ盛りチャレンジメニューがあるそうでございまして、こちら鉄板ナポリタンなんですけども、こちら2キロっていう注文を今回しまして、これをね30分以内で食べきれたら無料、超えちゃったら5000円というチャレンジ設定になっているんです。で、僕ね、早食いはっきり言ってできない、普段から苦手っていうのは言ってるんですけども、パスタだったら麺類だからカツ丼とかさ、カツカレーとかそういったやつの早食いは無理だとしても、パスタツル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 いけんじゃないのかなと思って、しかも普段と違ってなんか一口食べて喋ったりとかいうことじゃなくて、もうガン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 食べる、とにかく食べる、30分以内にっていうことに集中する、普段このチャンネルでなかなかやんないやり方で食べ続ければ30分あるんじゃないのかなと思ってチャレンジしてみようのコーナーでございます。ハンバーグのチャレンジメニューもありまして、こちら1キロ&特盛りダイス3000円ですって。で、これも30分以内に完食すればハンバーグセット無料券プレゼントとなってます。お待たせいたしました。これ2キロですね、はい、ありがとうございます。これストップウォッチとかって ありますよ。2キロってこんなにあんの。そもそもなんですけども、よく考えたら早食いどのとかっていう以前にパスタ2キロって食べたことないかもしれない。超でかい。あ、すいません、ありがとうございます。お願いします。はい、じゃあ行きます、はい、よーい、スタート。いただきます。あ、はい、ちょっと、はい、美味しそう。でも待て待て、これ上からよいしょ。あ、何、まだ
これ大前提としてめちゃくちゃ暑いめちゃくちゃ暑くてナポリタンの中でもクリーミーナポリタンの感じがしてめちゃくちゃ美味しい。でほのかに最初からなんか酸味の効いた辛さみたいなのもちょっとあるようなないような、あ、喋ってる時間ないよ、うんうん、食べても食べても変ない変ないぞ。食べるように飲んでるのに変ないし、ま、上からさ一応見ますとこういうサイズ感です。めちゃめちゃです。で今26分あと残りっていう状況でございまして、ピーマンとかエビもたくさん入ってます。でやっぱりね、昔ながらのナポリタンっていう感じよりもなんかいろいろブラッシュアップされて今風にアレンジされている、本当にこってりナポリタンかなっていうイメージもありまして、めちゃ美味しい。うん、うん、あっつ、熱さとの戦いもありますね。これ早く行こうとして口に詰め込めば詰め込むほど熱さがもう逃げ場を失うっていうのもあるし、今水飲もうとしたんですけども、水今ね、あのすいません、コップに iPhone 立てかけちゃってたから、これちょっと一回バンカーリングにこう戻してこれで水飲んでいける。ず、いや、すげえな、減ってないな。あとマジか、マジか、あと23分48秒あと、減ってないよね。あれ、これやってない、これ増えるわかめちゃんみたいなのの同列で増えるパスタちゃん開発してません、ここの店。あれ、これ店名さんこことはおっしゃってますけども、半分どころじゃない不思議そこにありますよ。待って、うん、はい、残り20分切りました。にしても10分経ってんのにずっと熱いんだけど、あのこそこから中から出てくるパスタがずっと熱々ね、湯気ブワブワなんですけど、うん、うん、ありがとうございます。まず店員さんも応援してくださっておりますけども、エビの量もすごいし、ベーコンの量もすごいし、具材のどっさり感からしてもう贅沢なパスタよね。なんかすごいちゃんといっぱい入ってるもんね、具材がね。でやっぱりここまでくるとね、味こってりしてるなっていう風に感じることは感じるんですけども、チーズもいきながらちょっとね、いこうか、うん、うん、うん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 、はい、かけます。もう全体に思い切りかけちゃおうか。はい、いきます。うん、チーズかけたらまた味わい悪魔だな。チーズかけたらさらにこってりで、この時間になってきますと厚さがなくなってきた。で、あと14分ちょっとあるから、これあれ待て、うん、半分減ってますかね、どうだろう。これぐだって具材量だけでもすごいから、はっきり言ってここまでの僕は麺中心にズバズバすすり込んでたパターンで攻略してたんですよ。でこっから先は具材がたくさん残ってるから、いつもの食べんの遅い僕の感じが存分に出ながらの感じになっちゃうと思うんだよな。待て、うん、大前提として待て、そもそもこんだけ食べたらお腹いっぱいになってくるから、具材がここから先ゴロゴロとかいう以前にペース落ちる、落ちるよ。あと10分42秒1秒、ああどうだろう。待て、うん、まいと、うん、うまい、うまいよ。甘くてうまいし食べやすいけど、さすがにちょっとまったりもしてくる。あ、そうだ、猪木さん
力を貸してください。これだ、タバスコでしょ。よいしょ。あとかけすぎた。また大丈夫かな。ちょっと辛さで胃をびっくりさせてごまかすっていう作戦で行こうかと思ったんですけども、結構かけすぎたのかもしれないな。どうしよう、大丈夫かな。ちょっとなんかフォーク使いも下手になってきた。やばいでしょ。待て。水飲み切って、あとぴったり3分くらいで、あとこれ、こっから先ちょっとドキュメント、こうしてこういくのが分かりやすいから、これでもう一回、待て、あと、そうだね。ごちそうさまでした。いけたんじゃない。すみません、意外といけました。ありがとうございます。というわけでカフェレストランココさんにて食べてまいりましたが、広々した癒し空間というイメージがありながら、そこで出てくる凶暴な盛り具合のパスタ、これ最高でございました。このギャップですよね。で、今回はね、特別にさらにすごいメニューを注文されていただいたんですけれども、そうじゃない普通のメニューもやっぱりね、盛りが全部いいんですよ。パスタ以外のメニューもめちゃくちゃ美味しそうですし、これは本当におすすめのお店だなって思いました。気になった方がいらっしゃいましたら、ぜひとも食べに行かれてみてはいかがでしょうかっていうのもありますが、それは一旦置いておいて、また変なコメントが来てるんだ、だから紹介しますけれども、黒猫さんからのコメントで、爪楊枝でステーキ食べてそう、どういうイメージ。だから毎回さ、みんな僕のことをこんなことしてそうって言ってきますけども、爪楊枝でステーキ食べるってもうさ、試食コーナーじゃん。デパ地下の試食コーナーを点々と回りながら、あちこちでステーキ見繕って、すごい一食分完成したって言って食べてるわけじゃない。チャンフーさんからのコメントで、メガネかけてるのでマスク外していいですよ。いいですよじゃないよ。いいの、メガネとマスクってそういう関係性のもんなの。どっちかしてればどっちかしてなくていいっていうもんじゃないよね。マスクしてる上にメガネかけるっていう行為って、別にさ、カフェオレの中にコーヒーフレッシュ入れるみたいな作業じゃないはずだよね。はやたんさんからのコメントで、ハイジーさんってノンアルコールビールとかを何杯まで飲んだらギリギリ二日酔いになるかならないかゲームをするの好きなタイプですよね。好きなタイプだ、そういうタイプいないのよ。ノンアルコールビールをね、何杯まで飲んだら二日酔いになっちゃうんだろうとかさ、ならないじゃん。ノンアルコールって言っちゃってんじゃん。だからノンアルコールだから、アルコールないから二日酔いにならないっていうのも分かってる。そこまで間抜けじゃないし、ノンアル気分っていう商品あるじゃん。あれってさ、ノンアル気分おかしくないっていうのも思ってる。あれ本当はさ、ノンアルコールだけどアルコールを飲んでる気分になれるドリンクだとしたら、アルコール気分でなきゃいけないはずなのに、ノンアル気分おかしくないって思ってる。チョコポンさんからのコメントで、ハーフタイムにフィールドでラーメン食べてそう。ラーメン食べないでしょ、フィールドまで持ち込むの。まあ、ちょうどいい時間かもしんないね。フィールドにカップ麺とお湯持って行って、注いで3分待って、できたって言って食べ終わった頃にちょうど後半始まるくらいかな。カップ麺作って食べる時間って結構そんなもんかもしんないからさ、結構いけちゃうかもしんないけども、どうすんの、食べきんなくて後半始まっちゃったら審判出てきて、ピー、後半開始って言ってキックオフまたしだして、僕のこの辺でボールが行き来して、そこの中で食べるの結構大変よ。それでは本日のランダムコメントのコーナーでございまして、皆様いつもたくさんのコメントありがとうございます。では本日も行ってみたいと思います。せーの、てん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 、こちら、てん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 、エンフィールドインドさんからのコメントで、さすがハイジーさん、食券の販売機スルーですねとありました。これだからレストラン春生さんのね、
動画の時のコメント欄のコメントなんですけども、スルーしてないじゃん。ちゃんと買ってる、買ってるシーンを映してないだけ。これ本当に自分の中でも編集しながら、やべえなって思った。やべえなじゃない。わざわざ買うシーン別にない方がテンポいいかなってその時は思って、そうやって編集したの。だから買ってるシーンも多分撮ってあるから、でそれ流すよ。撮ってあるかな、不安なんだけど。撮ってあったと思うんだけども、撮ってなかったとしたら、やっぱこれ、なんかその疑いが深まるばかりなんだけども、こういうコメントマジなしだよ。疑い深まっちゃうから。